無断の一種。主に警察や民間で使用されている。1 0ト、mm、ルオート弾をベースに、ケース長を短くしさらに威力を下げたもの。当時1 0ト、mm、ルオート弾には9ト、mm、ルパラベラム弾と、45ACP 弾の中間を1 0ト、mm、ル系でカバーすることを求められていたが、この実報とともにデビューした、ブレンテニア、コルトデルタエリートに問題があったこともあり、 マイナーな実報であった。他にも全長が 45ACP 同様の 32mm であったことから 9mm パラベラム用のフレームでは発射の衝撃で傷んでしまいより大柄な 45ACP 用のフレームをベースにする必要があるなど銃の大きさは変わらないのに威力は低いといった印象を与えていた。 こうした 10mm オートの失敗をもとに、10mm オートの弾頭とブロック基部が使え、9mm パラベラムのフレームサイズで収まる実縦として開発されたのが、40S&W 弾である。ケース長こそ 22mm と大柄ではあるが、全長 7mm 余りの弾頭が、ケース内に深めに潜り込む構造のために、 実縫としての全長は9ト、mm、ルパラベラムより短いサイズとなった。40S&W を開発したスミスウェスン社は9ト、mm、ルパラベラムより高威力で 45ACP より反動はマイルドな実縫と歌っている。運動エネルギーは 45ACP よりも 40S&W の方が大きい実縫が多いが 45ACP の方が 40S&W よりも重い弾頭を飛ばすことができる。威力は運動エネルギーだけではなく、弾頭重量も影響するため、45ACP の方が40、40S&W よりも威力は強いという説もある。かつては、マイナーな実法であったが、現在では、45ACP より、相談数が多く 9mm パラベラムより威力が、 強いことが評価され、アメリカでは40、40S&W を採用する警察が増え、世界中からも、脚光を浴びる形になっている。薬莢は、通常の新中製、ストレートケースリムレスとオートマチック用実報としては、通常の形状である。ケーステーブ形状と弾頭は 10mm オートから、引き継いでいる。直径 10mm、全長 22mm。 http://www.midwayusa.com スラッシュブラウズスラッシュ broseproducts.aspx タビッドイコール 3& カテゴリードイコール 7510& カテゴリーストリングイコール653691ミッドウェー USA ページ CIPCIPDecisions テクスツテーブルズフリーカレント CIP CD ロームバージョンダウンロード2009年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年10月17日閲覧ホッジドンリローディングデータセンターハットハンティング弾頭弾速の選び方 9mm パラベラム VS40S&WVS357 シグありがとうございます